私、あんたたちよそ者が村に来るのが嫌でした。おお、なんてことを言うんじゃ。わしもか？わしも嫌っておるのか？私たちの大切な場所、土足で入ってこられる気がして。けど、一緒に過ごしてみると、全然そんなことはなくて。実際、みんなと話してると面白いし。そうじゃろ？そうじゃろ？わしとか面白いじゃろ？おお、お主の前にずっと立ちはだかってやろう。わし面白いじゃろ？食わず嫌い、良くないって思いました。そうじゃろ、そうじゃろ。だから楽しかったってこと、みんな来てくれてありがとう。特に愛の戦士。わしじゃないのか？わしじゃろ？わしなんじゃろ？本当は、わしのこと好きなんじゃろ？わしにはどうしたんじゃ？来てくれたのがあんたでよかった。おい、わしのことは無視せんでくれ。ま、今生の別れってわけでもないし。ブルーベリー学園は強いトレーナー多いから、今度遊びに来なさいよね。あ、そうだ、私、荷物整理しなきゃ。おぉ。すぐり君の闇もそろそろ膨らんだ頃じゃからの。それじゃあまたね。さよならは言ってあげないから。よし、わしも行くぞ。すぐり君。どうじゃ？お主の闇は膨らんだかの？大木戸博士もさよなら。よーし。いや、大木戸博士も置いていけるからな。ならないと。そうじゃ、すぐり君。もっと強く。そうじゃ、もっと強く。もっと強くなるんじゃ。お主はもっと強くならなければならんぞ。そして、愛の戦士君に復讐するんじゃろう。もっとだ、もっと強くじゃ。力が欲しいか、すぐり君。強く強く強く。そうじゃ、力じゃよ。わしがくれてやろう。力をくれてやろう、わしが。このわしがくれてやると思う。そうじゃ、すぐり君。いいの。待っててな、愛の戦士。そうじゃ、待っているんじゃぞ、愛の戦士君。何が起きてるんだ。おい、すぐり君、公園に続くって。まずいよ。大木戸博士、何をしたんだ。何って、すぐり君とちょっとお話をしてただけじゃぞ、わしは。何もしておらんさ。いやー、まさか大木戸博士、あなたがすぐり君を操っているなんて、マジかよ。マジちょっと、後編に続き、じゃあこのままあれかっていうか DLC あれだよね、14日ぐらいにもう多分出るよね。愛の戦士君、楽しみにしているがいい。すぐり君はな、わしの優秀な部下として育て上げようじゃないか。うわあ怖い、怖すぎる。さらばじゃ愛の戦士君、覚悟しておくがいいぞ。